皆さんこんにちは、ワド監督です。今日が YouTube の投稿を始めてから3日目になります。2回目の投稿、昨日の投稿で、Amazon の欲しいものリストを、公開させていただいたんですけれども、早速 Amazon のギフトが届きましたので皆さんにご紹介させてください。よいしょ。こんなにね大きい箱で届きました。これはね、リスナーのみーすけさんから、いただきました。みーすけありがとう。いつもありがとう。では早速開封したいと思います。なんだろう。結構重たいですね。開けますね。ちょっと待ってください。のんちゃん今 YouTube 撮ってるよ。のんちゃん、ちょっと手伝ってくんね。おー、ありがとう、みーすけ。クリームパスタ。これすごく美味しいんですよ。僕がね、最近ハマってて、これね、ありがとうございます。5個セット、クリームパスタのソースですね。これね、スーパーとかで食べ始めたんだけど、青の洞窟っていうね、レトルトなんだけど、レトルトあんまり食べないんだけどね、これはハマってるんですよ。青の洞窟の、で、エビとホタテのトマトクリーム。これめちゃめちゃうまいんで皆さんも食べてみてください。めちゃくちゃうまいっすよ。まだ入ってるな。なんだこれ。うわ、タリーズのコーヒー。ありがとうございます。僕が生放送でよく、出ないな。ありがとうございます。ちょっと待ってね。ありがとうございます。タリーズのコーヒーです。僕ね、缶コーヒーブラックよく飲むんですけど、これめちゃめちゃ美味しいんですよ。あのね、伊藤園がね、俺缶コーヒー普段飲まなかったんだけど、これはすごい。金色のやつ、ちょうどね、俺毎日飲んでるからあれなんだけど、今ね、空き缶があるからこれです。タリーズのコーヒーでね、コンビニエンスストアで売ってるやつがこっちなんですよ。タリーズのコーヒー、あの銀色のボトル、これはね、キリマンジャロが 10%、 ブラジル豆が 80%、 コロンビア豆が 10% の配合なので、こっちの方が美味しい。値段はね、同じぐらい、こっちの方がちょい高くて、これ140円で、自販機限定で売ってるんだけど、こっちの方を送っていただきました。こっちも美味しいんだけど、俺は抜群にこの金色の方がおすすめなんで、みーすけからね、トマトソースの、パスタのソースと、缶コーヒータリーズのブラックいただきました。ありがとう。で、今回のテーマなんですけれども、YouTube で、こんなことをやってほしいっていう、質問を募集したいと思います。僕のことを見てくれてる、リスナーさんの中で、和道に、3分間話してもらいたいこと、何かあればこの下のコメント欄に書いていただければ、一つ一つ選んでいって、皆さんの質問に答えていこうと思いますので、ぜひ下のコメント欄にね、質問がある方はぜひ質問をしてください。ここにね、キャプチャーで貼って、皆さんの、質問欄をここに貼りますので、だから本名とか人は本名がここに載っちゃうので、ステアか本名じゃないアカウントを作って、こちらに、書いてください。よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、また明日。グッドボタンよろしくお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。